久しぶり。ごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃって。大丈夫だよ。こんにちは。こんにちは。患者さん元気ですか？元気ですよ。あ、そうですね。何か飲むの？どうぞ。ありがとうございます。患者さん何しますか？私はコーヒーにする。あ、私もコーヒーです。じゃあ、すいません。コーヒー2つお願いします。すいません。お忙しいのに、患者さんの英語を教える仕事はどうですか？そうですね。ちょっと忙しいですが、面白いでしょ。ところで、ジョンさんの妹さんのことを、聞いたよ。いつアメリカに勉強しに行くの？3ヶ月後、妹はアメリカに行きます。でも、実は英語がちょっと、管理さん、今だったら妹に英語を教えてもらえませんか？そうですね。今はちょっと忙しいんですけど、でも週に1回なら大丈夫だよ。そうですか。ありがとうございます。よかったです。じゃあ後で妹さんの連絡先をください。はい。すみません。はい。忘れ物センターに行きたいんですけど。忘れ物センターはありませんよ。でも、私はあなたを助けることができるでしょう。私は警察です。本当ですか？カットマンだと思いました。実は、昨日、この駅に携帯を落としたんです。そうですか。どんな携帯ですか？かわいい携帯です。白ですか？いえ、ピンクのです。ちっちゃいピンクの携帯です。そうですか。ちょっと待ってください。おい、小さいピンクの携帯がある？これですか？ありがとうございました、ガードマンさん。